はぐれ大宮さんです。どうぞよろしくお願いします。愛知県名古屋市で活動しております神楽と申します。本日2回目そして最後の演舞をご披露させていただきます。演舞のテーマを尾張藩七代藩徳川宗春公が築き上げた芸どころ名古屋をテーマとしております。この花伝という作品、僕たち1年間お越しになりました。そんな花伝ではありますが、たくさんの思い出があります。そしてお客様の前でご披露できる機会も残り少なくなってまいりました。一回一回大切に、そして思いを込めて、これぞ神楽の芸どころだと、そういった演舞をご披露させていただきます。どうぞ皆様ご声援のほどよろしくお願いいたします。神楽Yeah.
ありがとうございました。ありがとうございました。神楽の皆さんでした。